それでは今日も行きましょうか。熊谷6人殺人事件。熊谷6人殺害事件。裏側にある驚愕な真相。我々日本人には想像すらつかない驚愕な内容というものがその裏側に潜んでおります。それでは概要を説明していきましょう。2019年12月5日、東京高等裁判所は死刑判決を取り消しました。地方裁判所では一審では死刑と出たんですが、高等裁判所では死刑の取り消しというようになりました。死刑を取り消しにして無期懲役にいたしました。ではその事件の裏側にあるものを説明する前に、事件の概要について皆様にご説明していきましょう。熊谷6人殺人事件を語るには、まず2015年9月13日、そこから説明させていただきます。ペルー人の中田容疑者30歳は、ペルーから出稼ぎで日本に来ていました。それでは9月13日の足取りを皆様に説明していきます。日本に出稼ぎに来ていた中田容疑者は12時30分過ぎに熊谷市内民家の庭に侵入します。その民家の住民が話しかけると、中田容疑者は警察、警察、金、金というようにちょっと変わった様子で行っておりまして、警察呼んだ方がいいのかいというようなことで住民が警察に通報いたしました。駆けつけた警察官は中田容疑者を熊谷署へ案内いたしました。で、当初取り調べの時、中田容疑者は神奈川に住んでいる姉に連絡してくれとか、また急に泣き出し、なかなかコミュニケーションが取れない状況だったそうでございます。そして13時ごろ、喫煙休憩を求め喫煙所に向かう。その際、1名の署員が同行しました。その1名の署員が背中を向け隙を見せた瞬間を見て、中田容疑者は荷物を置いたまんま目の前の中山道が赤信号だったのを無視して逃走。後に熊谷署の危機管理の低さが招いた殺人事件とも言われております。完全に運命の分かれ道でした。すぐさま警察は中田容疑者を追っかけるも、至る所から通報があるものの中田容疑者を発見することはできませんでした。この際、署内にいなかった警察犬を借りてきて警察犬も導入しましたが、中田容疑者を捕まえることに至りませんでした。翌日14日、この日が運命の虐殺日となります。翌日、市内に住む夫婦が殺害されます。仲間が自宅に行った際、連絡がつかず警察が来て殺害されたことが判明しました。その際、壁には被害者の血液で書かれたアルファベット風の文字が書かれていたそうでございます。ここはポイントですので覚えておいてください。そしてその後、一人で暮らしていた独身女性が殺される。独身女性の殺害の件で警察が周辺を聞き込みを行っていた際、訪問した家の明かりがついているのに応答がないことを不審に思い、その家の中に入っていきました。そしたら母親、娘さん2人が殺害されておりました。娘さんに関しては一突きで行ったそうでございます。包丁でですね。中田容疑者は2階に隠れており、そこから顔を出し、自分自身を包丁で切りつけ自殺しようとしました。そこを警察官が説得するも、中田容疑者はその家の2階から飛び降りて自殺を試みます。救急車にて
緊急搬送され手術をし一命を取り留めます。ここまでが事件の概要と言えます。第1審では死刑判決が出ました。この裁判での争点は精神疾患の度合いでございます。そんな中田容疑者の精神疾患の原点とはどこなのかと言いますと、家庭にございます。中田容疑者の父親は飲んだくれ母親に暴力を振るい、姉二人は兄のペドロに女の子の洋服を着せて歩かせたり屈辱等を与えていました。そんな兄は4歳の時にとある出来事から心に大きなトラウマを持ち、その後合計25名の命を奪ってきました。永田容疑者も幼少期にその姿を見ていたそうでございます。そして永田容疑者の姉が自殺し、自殺現場に自分の血液で書いた文字というものがあったそうでございます。そういった幼少期のことも含めて永田容疑者が精神疾患を患っていったのではないかと言われているそうでございます。ではちなみになぜ容疑者は中田という名字なのか、そこについても説明していきます。もともと兄は日本に行くことを考慮して約日本円で3万円で日本国籍を持つ人と養子縁組をし、中田の名字を不法に取得していました。今後も最高裁まで争うと思いますので、精神疾患の度合いが今後も論争の焦点となっていくと思います。ただここで気をつけたいのが、急速に国際化が進むこの日本、もしかしたら日本の常識環境ではなかなか予想できないような事件というものが今後発生するかもしれないです。ではチャンネル登録・高評価お願いいたします。ありがとうございます。